はい、和正です。今回の動画は久しぶりにメダカの卵を購入しましたので、そちらの成長をね、見ていただこうと思います。以前も、この品種はね、購入したことがあります。まあその時はね稚魚で購入したんですけど、今回はね卵でリベンジをねしようと思って購入しました。この方からはね、何度も、購入しているので、まあ、信頼性は、非常に、高い方ですね。そして本血統をね、まあ、購入する方なので、まあ、信頼性が非常に高いとなっております。そして今回購入したのが流昇胞子の、卵となっております。皆さんの、記憶にあるかわからないですけど、こちらのね、まあ、ヤフオクの闇マジで騙されましたといったね、この動画を出した品種がね、このヤフオクの、稚魚をね購入して、まあ、それがね闇だといった感じの動画でした。この出品者の方のね、まあ、放送の仕方とかねかなりきっちりしてるので、まあ、こういう点でもね、やはり信頼度が高いですね。流昇胞子は今でもね、やはり高い金額がつきますね。まあ、普通にね、購入すると、まあ1万円超えますね。もう本当にいい答えだと2万円以上、3万円とかね、してしまうので、やはりね、まあ卵購入っていうのはね、まあそういうところから考えたら、まあ、お得に、欲しい品種が買えるというところで、まあ、メリットとしては高いかなと思います。そしてこの方ね、全てが卵にね芽が出てるんですよね。なので非常にね、状態がいいと、そして無精卵が、ないといった感じなので、まあ、かなりねレベルの高い卵の管理を、されてるんだろうなと感じます。まあ、ひどいところだと付着糸がついたまんまの一塊をね入れて送ってくるね方もいらっしゃいますので、まあ、ちょっとねそういうところはやはりね良くないと感じます。付着糸がついてることで、まあ、カビになりやすい、そしてねそのカビがね伝染しやすいと、思いますので、やはりね付着糸は、まあ、普段のね卵管理の時でもね、まあ、外して管理した方がいいと思います。そして成長した子はね、ここで管理してました。ちょっとね動画を出すのが遅くなって、もうだいぶね、成長してますので、まあ上から見たらねそれっぽいかなと思いますね。まあ、横見はね実はしてないので、ちょっと非常にね、楽しみにしております。まあ一旦ね横見じゃなくて上見をね、見ていきたいと思います。上見を見るとね、まあそれっぽいなといった感じですよね。まあだいぶね、流昇胞子っぽい、個体だなというのは、感じ取れるかなと思います。まあ、それで、まあ、これのね、比較動画として、まあ、流昇胞子をね、まあ、制御を、購入しようとしたんですけど、やはりね値段がどんどん上がっていくんですよね。まあ2万とかねいってしまうんですよね。まあ、なので気軽にね、手を出せる、金額ではないということで、ちょっとね、諦めました。リリースしてもうね1年以上経つのかな、けど値崩れしないっていうのは本当ねそれだけ長い間、人気がね続いてるということなのかなと思います。本家の、星田メダカさんですね、まあ、そちらからもね出品っていうのはないので、まあ、やはりねそういったところが、まあ、うまくいってる、まあ、出回ってないといったところでね、値崩れしない品種なのかなと思いました。
はい、こちらがね横見になります。まあちょうど映ってるね真ん中の、頭がねオレンジ色の子はね見てもらったらわかるんですけど、ちょっとね頭の形が悪いのでこのままね、羽といった形になるかなと思います。ちょっとね頭と首の間がへこみがあるのがわかると思うんですけど、まあ、それはね、体型が悪いということなので、まあ、ちょっとね残念ながら仙外といったことになるかなと思います。まあ、あと、まあ、残念ながらオスが少ないといったことところなので不安を、ちょっとね覚えましたね。まあ、あと欲を言えばもう少しねブラッククリームが乗ってたら嬉しいかなといったところですね。今ダイソーのスクエアボックスの深いやつを使ってて、まあ、それにね、ペンキというか塗料を塗って黒くしてるんですけど、まあ、それではねちょっと弱かったのかなといったところなので、まあ、屋外に出してね、今後の、成長をね見ていこうかなと思います。ヒレの方はまあヒレ長に、なってる子をしっかりといるので、まあ、そこもね見分けないといけないと思いながら、まあ、全体的にね、これからさらに伸びてくるのかなと思うので、まあ、これからね、まあ、様子を見ていこうかなと思っております。優勝報酬とは乙姫と、まあ、松井ヒレナガですね。まあ、それを乙姫を松井ヒレナガにした、まあ、それがね優勝報酬となります。まあ、そして、まあ、その乙姫が元になるんですけど、乙姫といえば、まあ、オレンジの体色に、まあ、ブラッククリームが体に乗るといった感じですね。そして半透明輪で光体系、まあ、これがね、乙姫の特徴、そしてそこにヒレナガが加わることで優勝報酬になると言われております。これから、さらにね、成長させていって、まあ、そこからね、選別を、していきたいと思います。今回はヤフオクで、卵を購入して、まあ、流暢胞子、成長させたといった動画になりました。それではご視聴ありがとうございました。